さん、こんにちは。リリアンです。最近はちょっと変なことがあります。私のインスタグラムの上でいろんなウェディングの CM がありますよ。でも独身なのになぜだろう。多分最近は私一つドラマを見ますと関係があるかも。そのドラマの名前はまた結婚できない男です。これは阿部寛さんは主役です。この主役は結婚しない人です。よく100点結婚の欠点を説明できる人です。阿部さんは芝居はすごくうまいだからよく考えますよ。この世界にはそんなに変なやつがいますか？でも私は独身の嬉しいことがよく理解できます。仕事の時はいっぱい話じゃないですか。だから家に帰って一人だけですごく楽しい。でもうちでゴキブリがある時はすごく辛いですよ。なぜ一人で。でもどんどん慣れてきた。もし家にゴキブリがある時は男にみたいで死ねー、それで殺す。だから今はすごく強い人ですよ。じゃあ私歌いたい曲があります。いきます。トゥトゥトゥワトゥ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 ワトゥ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 ワトゥ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 ワトゥ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 ワトゥトゥトゥ。不思議なことがあるよ。
このテーマ曲の名前は睡眠。これは一つバンドの曲です。Every Little Thing。このバンドの曲です。最近はこのドラマのシーズン2あったら、すごく面白いことは、この曲名はまた睡眠に変えてきた。同じ曲ですけど、一部分の歌詞を変えて、シーズン2の時使う。これは面白いじゃないですか。最後はリリアンから皆さんに教えたいことがあります。うちに綺麗になってください。これは独身な人のすごく重要な生活のルールです。ゴキブリボンボン消えろ。じゃあ私掃除をします。またね、バイバイ。